いから命も捨てた。空手の星を変化無敵の空手の星を変化無敵の空手の星を国に敗れる全く身に覚えのない敗北の記事、身に覚えがないとはいえ負けたというこの新聞記事は勝負の世界に生きる男として放っておけないものがあった。そして事の真相を正すべく飛鳥はサンジエゴへ急いだ。ああ、部屋はあるかね。お一人様でございますか。ああございます。ではこれにお名前を。ケン・アスカ。ん、どうかしたのかね。 いえ何も。ではこれをどうぞ。空手ブームに目をつけて空手家の名を借りるとは大したやつだ。このホテルに本物が泊まっていることも知らないで出会ったら驚くぞ。さあ皆さん、これから東洋の神秘空手をお見せします。人間の五体がそのまま武器となる空手、例えばこの板を素手で斧や刃のように割ることもできるのです。カおお、空手か。いかがかな皆さん。あ、ワンダフル、神の手だ。この空手さえ身につければ町で暴漢に襲われても恐ろしいことはない。そこで今日は皆さんに特別格安に、しかも短時間で空手によるすぐに役立つ護身術をお教えしようとする次第である。さあどなたか教えてほしい方はいるかな。なるほど、空手商売というわけか。しかしあの首頭の方からして空手というにはあまりにもお粗末すぎるな。さあどんどん申し出てください。おお、そこのお若い方、私にどこからでも殴りかかっていらっしゃい。よし、やってみるか。さあ、来なさい。おお、空手すごい。八百長だ、あんなことで倒せるはずがない。空手ブームは嬉しいが、インチキ空手が横行するのは困りもんだ。どうも、お待ちどうさまでした。うん。さあ、今日は特別安く5ドルで護身術を伝授しよう。よし、今日はめったに見られないピンキリの極意をお目にかけよう。ピンキリだって、ピンキリをやるのか。では、ご静粛に。やった。どうです皆さん。おお、ワンダフル、奇跡だ。神の手だ。その通り、まさしくこれぞ神の手です。不思議だ、あんな方しかできない男がビンキリをやってのけるとは。皆さん、このビンキリができるのは空手マンの中でもこの私ケン・アスカのみです。ケン・アスカ。
この人がプロレスラーやボクサーをなり倒した有名な空手マン。いや、私も5ドルで教えてください。ぜひ。私も出すわ。あ、俺も。さあ、他に教えてほしい人は？ケン・アスカ先生。私にもぜひ空手を教えてください。よろしい。では一人ずつ始める。先生、その前に一つ。なんだ？そのビンキリというのをこの私にもやらせていただけませんかね。な、何？冗談はよせ。このビンキリは長い修行を積んだ上で、しかもこの剣アスカだけがやれる秘技だ。それを素人の君が。おお、やめたまえ。壊れたぜ。いつ来たよ。壊れかけのビンタでしょ。あの皆さん、これはあの。ああ、なるほどね。瓶に仕掛けがしてあったというわけか。いや、皆さん、これはその事故でして。最初からイカ様だったんだよ。何だとは、インチキだぞ。これ捨ててやろう。金を返せ。皆さん、待ってください。もしあなたが本当の空手家なら、もう一度試したらどうです。おう、それがいい、それがいい。さあ、早く、さあ。そう。痛い。剣アスカなんてくせにかけないやつだよ。空手って宣伝だけよ。真の空手は宣伝だけのものではない。剣アスカも口先だけのやつではありません。さあ、君は一体何者なんだ。あなたはこの野郎、商売の邪魔しやがって。この野郎、どうして私の名を語ったんだ。お許しください、お許しください。実は私は。へえ、ケン・アスカの名が泣くぜ。おい、そういやトニー・ジャックというレスラーに負けたって言うからな。すみませんでした、アスカ先生。私はあなたの名を怪我してしまった。皆さん、私はケン・アスカではありません。私の前にいるこの人こそ本当のアスカ先生です。そうですね、この私がアスカです。そうするとビンキリはやっぱりインチキじゃなかったのかね。いや、道理で強いと思ったよ。皆さん、今ご覧の通り、空手は決してインチキではありません。長年修行して鍛えるものだ。また見せ物やショーではないし、ましてやくだらん喧嘩のための道具でもない。皆さんが空手に興味を持ってくださることは大変ありがたいことだが、本当の空手がどんなものかを見誤らないように、このアスカ県からくれぐれもお願いしたい。そうか、空手か。君にも分かってもらえたと思うがね。はい、よく分かりました。ケン・アスカはトニー・ジャックに負けてはいないのです。負けたのはこの私です。ケン・アスカ先生ではないのです。いや、よく言ってくれた。さあ、出したまえ。アスカ先生、どうか許してください。私は新田三蔵と言います。少しばかり空手を習いましたので、1年ほど前このサンディエゴで空手道場を開いたのです。折からの空手ブームで私の道場は結構流行りました。その頃です、先生の活躍の話を聞いたのは。その頃は私もこのアメリカで一人でも多くの人に空手を理解してもらおうと一生懸命でした。ところがある日、町のヤクザが。やいやい、何が東洋の武術だ。ここはアメリカだぞ。俺たちには昔からレスリングやボクシングがあるんだ。町の真ん中でこんなものやられたんじゃ目障りだよ。分かってんのか、おい。口ほどにもねえやつらだ。今日からこんなインチキ道場はやめるんだな。インチキかどうか、道場主のこの俺を相手にしてから言え。
面白い、やっちめクソ、やりやがったな。そんなナイフ何度で倒せる相手と思っているのか。私は剣アスカだ。そこだうな。この田村石がエクスキュースなのじゃつけたあの剣アスカだって、やばい。それで終わったかに見えたのですが、その時現れたのがトニー・ジャックだったんだな。ええ、剣アスカと聞いちゃもうジャックも引っ込んじゃいられねえや。プロレスラーやボクサーをやっつけたぐらいででけえ面されたんじゃ。このクレイジージャックが黙っちゃいられねえ。俺様はなプロレスラーでも相手がいなくてレスラーのガードマンをやったぐらいだ。空手ごときの子供遊びに子分をやられたお礼だ。行くぞ。噂ほどもないやつだ。今日からこのジャック様がここのボスだ。喧嘩の強くなる空手か。こりゃいい商売だぜ。というわけで私は道場を奪われ、よし、このアスカの名誉、いやそれだけではない、空手の名誉と真実の空手道をこの世に示すためにも、俺はトニー・ジャックを絶対に許しておくわけにはいかん。アスカはやめてくれ。とにかく敵情が分かるまで私は太郎小島だ。いやどうも失礼しました、ミスター小島。ん？ほう、ずいぶん派手に宣伝しているな。私があなたの名前を語ったばかりに申し訳ない。いやいや、それよりしばらくそこのスナックででも様子を見よう。お前さんたちも何かい、空手屋さんかい。いやいや、ただ空手というのが面白そうなんだね。空手なんかやめた方がいいね。へえ、なぜやめた方がいいと思うんだね。空手をやるやつなんてまるでダニみてえなやつばかりだ。なくなりゃいいのによ、空手なんか。え、ほらほら、またダニみてえなやつがおいでなすったぜ。ん、おい親父、ホットドッグ2人前だ。おい、聞こえねえのかよ。もうだいぶ溜まってるんでね、一度払ってからにしてくださいよ。なあマスター、俺たちが空手のコーチになったら倍にして払ってやるって前から言ってるじゃねえか。そうは言ってもこっちだって商売ですからね。そうかい、じゃあ俺たちに食わせねえってんだな。おい、金さえ払ってくれりゃ。おい、トニー・ジャックの空手道場に逆らって商売をしていけるのかよ。苦しい、話せ。なんてことを。まあ、よせ。おい、その面に一発空手パンチを食らいていぬか。ええ、おい、なんぼはよせ。なんだてめえは。この野郎。いや、でも危ないところ。マスター、あんな奴らは空手家などではない。え、私からお願いする、空手の真似事をするチンピラと真の空手道と混同しないでください。私は真の空手道に励むものです。
さあ行きましょう三田さん。あ、はい。何者だあいつら。入門したいんですが、どういう手続きをすればいいんですか。これに住所、氏名、職業を書いて、入門料と月謝20ドルを払うのよ。高い。なんだ、私の時は10ドルだったのに。何か文句あるの。嫌ならやめるのね。いやいや、入門します。太郎小島と三蔵に行ったね。ああ、ちょっと待って、二人とも規定のブラックジャケット買わなきゃ道場入れないわよ。いくらです。一着40ドルよ。それじゃあ二人で80ドルも。いやそんな、すいませんが今日は持ち合わせがないのでね。いや、この次必ず買いますから。この次持ってこないと入門取り消しよ。分かったわね。ああ、分かってます。ひどい金取り主義の悪どい空手商売だ。まるで基本を無視しているな。これじゃ喧嘩の練習だ。コーチもただ見ているだけですな。よし、あいつは私が引き受けるから、君は他の連中を頼むぞ。あ、わかりました。新入りだな。そうです。なぜ当道場指定のブラックジャケットを着てねえんだ。いや、金がないのでこの次に。金がないか。情けねえ奴らだ。よし、俺が一丁しごいてやるからかかってこい。久しぶりにすげえのが見られるぜ。おい、さあ行くぜ、特訓だ。なんだよその格好は。それでも空手をやる気かい。さあかかってこい。やろやろ、ガキやろ。ふざけた真似を。おい、みんなやっちゃえ。おい、おめえたち、なかなか味なことをやるじゃないか。ここをトニー・ジャック様の道場としてやってきたのか。そうだ、覚えているか、ジャック。おう、おめえ、ケン・アスカだな。今は新田三蔵だ。名前を変え、俺様に改めて弟子入りに来たか。名前は変えていない。あの時俺は飛鳥先生の名を語ったんだ。じゃあ偽飛鳥だったってわけか。もうそんなことはどうでもいい。飛鳥をやったんで俺はだいぶ得をしたからな。おめえが本物であろうが偽物であろうが関係ないというのか。なんだ貴様。この俺が本物の剣飛鳥だ。なんだと貴様が。また偽物じゃなかろうな。本物の飛鳥と真の空手道を世の中に証明するためにここに来た。まずそのためにはここで教えている嘘の空手を粉砕せねばならんのだ。何、この俺を倒すってのか。ああ、そうだ。面白い、本物の飛鳥ならまたとないチャンスだ。行くぞ。瓶を切る俺の手刀が全然効かない。しかも足蹴りを手で跳ねのけるとは。どうしたアスカ、お祈りでも始めたのか。すぐ地獄へ送ってやるぜ。レスラーより強い。確かに今までとは違う相手だ。
死ね。すばしこいやつだ。チェスト。やりましたね。いや、この数日というものは私にとってとても有意義な日々でした。初めて空手を知ったような気がします。これまでの私を思うと恥ずかしい。新田さん、その気持ちを忘れないように本物の空手を世界に広めてください。はい、先生にもう少しここにいていただければ。いや、私もそうしたいんですが、私とてまだまだ修行の身です。これからも世界を歩き、もっともっと自己の道を確かめたいのです。わかりました、飛鳥さん。私もこれからあなたを目標に歩いていきます。うん、それではお気をつけて。剣飛鳥。おお、スナックのマスター。あなた方のおかげで道場の連中が全部今までのツケを払ってくれましたよ。大助かりです。ああ、それはよかった。おかげで店も儲かります。もう偽空手はごめんですよ。そうですか。分かってくれましたか。それはよかった。飛鳥剣は世界中のより強い格闘技を観戦する趣味を持つブラッドショーに招かれてフランスに渡った。フランス伝統の必殺格闘技サファーでの蹴り技を見せられ愕然とするが、敢然と挑戦した。空手にはない不思議な蹴り技の達人ボーモンに苦戦を強いられる飛鳥。次回、空手バカ一代サファーデと一騎打ちにご期待ください。